皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。5分で学習中3数学、今回は円錐の高さと体積を求める方法、これについて説明します。図のような円錐があります。これですね、円錐の母線の部分13cm、底面の円の半径は 5cm になっていますね。括弧1、この円錐の高さを求めましょう。こういう問題です。この頂点から円錐の底面の円の中心に、垂直に下ろしたここの部分、この H、 これがこの円錐の高さになります。ここの部分は直角三角形になっているので、ここが13センチ、ここが5センチと。そしてここ直角になっていて、ここの部分が H になるので、これ三平方の定理を使えば求めることができますね。では三平方の定理で式を作っていきましょう。5の2乗プラス H の2乗イコール斜辺の2乗で13の2乗ですね。移行しますね。 H の2乗イコール13の2乗は169ですね。これから移行して5の2乗25を引きます。すると H の2乗は144となります。で、 H はこれ長さですから、正の数ですから、 H イコールルート144で、これは H ルート144は12になります。ですからここの円錐の高さ、これは12センチメートルと、このように求めることができます。括弧2番です。この円錐の体積を求めましょうと、こういう問題ですね。円錐の体積、底面積かける高さかける3分の1ですね。公式で言うと V イコール3分の1 SH なり、こういう式がありましたね。では底面積かける高さかける3分の1で求めましょう。底面の円の半径5センチですから、5の2乗 π ですね、半径かける半径かける円周率の π ですね、かける高さ、ここの部分求めました。12センチですから 12 かける3分の1、ここで約分をします。イコール 25π かける4となって 100π ですから、この円錐の体積 100π 立方センチメートルと、こうなります。よろしいでしょうか。今回は三平方の定理を使って円錐の高さを求め、そこから体積を求める練習、これについて説明しました。今日も最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。